く。まさかこれほどの手だれだったとは。じゃあ洗いざらいわかるように説明してもらおうか。邪悪な顔ね。まるで私のターゲットのようだわ。腕折っといた方が良かったかな。そんな怖い顔されてもね。私あなたの事情全く知らないのに何を説明したらいいのかしら。確かにそうだな。危うく自分の常識は他人にも常識と勘違いしてるモンスターと同じになるところだったわ。じゃあまず聞くわ。あなた、いざよい昨夜で会ってるかしら。私の知ってるやつとは少し違うようだけど。目つきもそうだが口紅まで塗っちゃって。さあどうかしらねー。少なくともあなたの知っている人とは違うことだけは確かよ。もったいつけるのはあまりおすすめしないぞ。私との力の差はさっきのでわかってると思うけど、こちらはいつでもあんたを血祭りにあげられるんだからな。ごめんなさいね。これは完全で勝者な私の性分なの。じま、いいわ。とりあえずあんたのことは昨夜と呼ばせてもらうけどいいわね。どうぞご勝手に。どうせ私には名前なんてないんだから。そうそう。同じ迫るならもっと優しくして欲しかったわ。そしたら唇の一つも差し出したのに。そんなものいらんわ、気色悪い。そう？柔らかいのに。黙れこの変態メイドめ。以前の動画を見たい方は動画説明欄かこの画面から見に行くといいわ。よかったら高評価チャンネル登録もしていってね。